はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いやー、今日もお疲れ様です。いやー、今日僕はですね、中野に行って、新宿行って、秋葉原行って、神田行って、渋谷行って、中野に行って、渋谷に行ってっていう感じですね。一日中歩き回ってました。なので今汗だくです。はい。でですね、まあそんなことはどうでもいいんですよ。で、今回ですね、またちょっとミニマリストネタをつらつらと話していこうかなというふうに思うんですが、まあというか単純にですね、今ちょっと時間、まあ撮っている時間ですとか、あと電波の状況がものすごい悪くて、まあいろいろパソコンを買い替えたりとかして、あんまりこう動画編集の環境もないので、こうやってただ雑談のように喋るっていう動画なんですけど、まあしっかりと皆様が気になる情報をちょっと提供していこうというふうに思います。で、ですね、僕がまあミニマリストとして結構ドン引きされるんですけど、ミニマリストは基本的にドン引きされるんですけど、その中でもなんかドン引き6割、羨ましい4割なんですよ。どういうことかっていうと、まあ今からお見せするですね、電気料金に関してですね、僕が例えばソフトバンクに行って契約しますってなった時に、水道料金かガス料金か電気料金、まあこれのいずれかなんかあったら持ってきてくださいっていうふうに2年前は言われたんですね。で、まあ1年前も言われましたね。1年、まあで、前回のその、まあ今、フリーテルっていう格安 SIM を契約してるんですけど、その時も1ヶ月前ぐらいですね、契約しに行った時に、1ヶ月は嘘つきました。4ヶ月前ぐらいですね、契約しに行った時に、やっぱ水道料金とか、まあそういうのあったら見せてくださいねっていうのを言われました。はい。で、そこでですね、じゃあ僕が、はい、どうぞみたいな感じでこう、見せるわけですよ。そしたら、まあ、ドン引きされます。はい。なんでこんな安いのみたいな。びっくりされます。はい。なので、ちょっとそれをですね、今もう早速お見せしようかなというふうに思います。ですね、あんまり住所とか見られないようにしたいんですけど、はい、ピントカモン。はい、ピントカモン。はい、来ました。ですね、7月分の利用料が1740円です。ちなみにですね、契約の内容ですね、契約の内容ここに書いてありますけど、重量電灯 B で契約は 30W でやってます。はい。で、7月分は1740円と。で、6月ですね、6月分は1642円と、はい、いうことでですね、まあこんな感じでドン引きされてます。で、僕の中ではもう普通なんですよ。普通なんですけど、他の方、まあ普通じゃないな、うん、自分の中ではこれが当たり前なんですけど、自分のこの料金は世間一般では普通じゃないなっていうのは自覚してます。それは大丈夫です。で、なんでこれだけ安くなるかっていうとですね、まあ見ていただければわかるんですけど、今なんかこうちょっとふんわり暗いですよね。なんかで、どういうことかっていうとですね、今ですね、この電球1個だけなんですよ。あとは全部、全然つけてないです。はい。全然電球つけてないです。つまり、今夜は電球1個で、生活してるってことなんですね。で、なんでそんなことしてるのと、そんなに貧乏なんですかっていう思われるかもしれないんですけど、別にこれは貧乏っていうんじゃなくて、結構ですね、こう仕事面でも生きてくるんですね。で、まあどういうことかっていうと、夜は、まあ僕ら日中、太陽と共に活動しますよね。で、太陽が降りたら、まあ日が沈んだら、僕らも寝る支度をするみたいな。まあずっと昔の人たちはそうやってきたと思うんですね。もしくは夜になったら、なんかろうそく1個つけたりとか、電球を2、3個つけて、ちょっとこう薄暗い中で夜を過ごすと。いうことで、まあやってたと思うんです。てかまあ僕はそういうふうに聞いたんです。じいちゃんばあちゃんから、まあ祖父母からですね、そういうふうに聞きました。で、今の現代の人たちは明るい部屋で過ごしすぎると。まあ明るすぎるってことですね、夜でも。9時でも、11時でも、夜中の2時でも、
まあ下手したらもう光光と電気が照ってるわけじゃないですか。でその中で電気消してじゃあ寝ようって言ったところでまあ寝られないわけですよ。寝られたとしても熟睡はできないわけです。なのでまあ日が沈んだと同時にこういうちょっと薄暗い中で生活して寝る準備をしておきましょうと。まあそうするとですね、僕もまあこれをこういうことやってからもうすこぶる爆睡です。はい、あの睡眠不足、まあもちろんあの夜3時寝たりとかするんですけど、それでも朝7時に起きた時にはもうすっきりしてると、はい、いうことで、かなりおすすめです。電球1個で暮らすと、まあで、そうですね、電球1個かなりおすすめです。ミニマリストとしてもおすすめですし、健康的にもかなりおすすめです。はい、ということでですね、今回ちょっと電気料金シェアしましたけども、もし参考になったとかですね、もっと続きが聞きたいっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回もですねちょっと雑な動画になって申し訳ないですけども、ありがとうございました。はい、失礼いたします。